はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は曇り時々晴れ、気温30度、水温30度。今日は竹富島の北側、西表野原エリアでスリーダイブ楽しんできました。1本目は海底温泉で潜ったんですが、徹夜チームは何度も海底温泉を潜ったことのあるゲスト様だったので違うコースで楽しみました。大きな浜サンゴにはスカシテンジクダイやグルクンの幼魚がたくさん、それを狙って花見のカサゴもいっぱいついてました。2本目からは西表島野原エリアでダイビング。サンゴがとっても綺麗なエリアです。今年の7月は1回も台風が来なかったので水温が上がりっぱなしです。ちょっと浅場のサンゴが悲鳴を上げ始めてきてるので、サンゴにとってはこの辺で台風が来て水温を少し下げてくれるとありがたいんですけども、人間の私たちにとっては台風絶対来てほしくないですね。まあ激しくなく程よく水温を下げてくれる、そんな都合のいい台風であることを願いましょう。地形ポイントではこの時期のお楽しみ、薄桃天竺鯛の群れや金目もどきがたくさんつき始めました。目の前を覆い尽くすほどの小魚の大群はもう見てるだけでも楽しいです。こんなに密なのに魚同士ぶつかることなく泳いでいられるっていうのはすごいですよね。今日はちょっと曇り空だったんですが、アーチの中に入った時は太陽が出てくれてとっても綺麗でした。やっぱり地形ポイントと太陽というのは重要ですからね。ということで今日はここまで。また次回もお楽しみに。バイバーイ。はい、チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。